と猫の目です、今回マカロンセザム、ごまのマカロンを作ります。マカロン自体は何回か動画でやってるんやけど、まあ人気やけんやっちゃおうかなっていうことで、構成としては、まずマカロンコック、マカロンの丸い生地やね、マカロンコックは、食用色素で黒にするっていうだけ。何回か言えるんやけど、あんまり俺はそのマカロンコックを味付けしてとかっていうのをあんまこう、好きじゃないというか、別に嫌いじゃないんやけど、なんかそんなに意味はないかなって思うよね。こうなんかちょっと竹炭パウダー入れるとかちょっといろいろ考えたんやけど、普通に色素だけでいいかなっていうことで、黒いマカロンコックを作って、あとごまのプラリネ、ごまのペーストみたいな、それをちょっと自家製で作って、そのプラリネからガナッシュとソースを作るっていう感じでいきたいと思います。ということで作っていきましょう。まずはごまのプラリネから作っていきます。白いりごま、黒いりごま、グラニュー糖と水っていう、普通のプラリネの作り方みたいな感じ。まず手鍋に水とグラニュー糖で火にかけます。120度ぐらいまで煮詰めたら一回火切って、ここに白ごまと黒ごまで、これゴムベラでわーっと、でこれゴムベラでこうワシワシやると、こう砂糖がもう一回固まって、こう再結晶って言ってこう白っぽくなってくるよね。ちょっとね、今カメラを動かしたりしょって下の方ちゃんと混ざらんで固まっちゃったんやけど、こう白っぽくなってくる、この鍋の周りとか、こうわかるかいな、この辺、こうやってなったらもう一回火にかけます。この固まったやつをもう一回溶かしてキャラメルにしていくっていう感じ、キャラメリゼってやつやな。それをやっていきます。こんな感じでこう底の方からどんどんキャラメルっぽい色になってくるけん、これをこう広げてまんべんなく全体にキャラメルのこう香りがつくように、もちろん焦げたらやっぱ美味しくないけん焦がさんように。やっぱ他のナッツと違ってごまはこう一個一個が小さいやけん、こうすぐ焦げやすいんよね。あんまりこう丁寧にってやりすぎると焦げるけん、このぐらいかなっていうぐらいで揚げます。このぐらいかなっていうところに、しといてほしい、このぐらいかなっていう。そので、そしたらこれは汁パッドに広げます。わっと、で、ちょっと味見して。うん、バッチリ。いいね。はい、そしたらこのフードプロセッサーでガーッとして、プラリネペースト状にしていきます。コードがめちゃくちゃ短い。延長コードでなんとか頑張ります。届くかな？実はこれ使うの初めてなんやけど、もう一個刃があるよね。もう一回やった方がなんかいいんかな。刃が2個あるということは2倍早くできる。やべやべ。
で一時回していくと、このサラサラの粉からちょっとこうしけった感じになってきます。このごまの油が出てきよる段階で、ちょっとこうまとまったポロッとしたやつになってきます。とはいえまだ先は長い。はい、こんな感じでとろっとしたら OK で、市販で売っとるようなめっちゃこうサラサラのやつ、あれを作りたいんやったら、このフードプロセッサーだけじゃ結構厳しいんよね。この後こう、コンチングマシーンみたいな、薄がこうグーガーってなっとるローラーみたいなやつで引いてさらに滑らかにするっていう感じなんやけど、まあまあ自家製とかやとね、まあこのぐらいでも全然いいかなっていう感じです。まあなんか良さげな瓶にでも入れときましょうか。これで自家製ごまのプラリネが完成。で、ちょっとこのプラリネ回しおるとこうほぼカットしとるけんあれやけど、めっちゃ時間かかります、これ。めちゃくちゃ時間かかります、正直。で、ずっとガーってやりよったら、モーターが切れちゃったりするよね、焼けて。で、一応取扱説明書とかには、30秒回したら5分間休ませてくださいとか書いとると思うよ。まあ、ぶっちゃけその時間通りにやったらもうもっと膨大にかかっちゃうわけよね、正直言うと。やけん、まあ、ぶっちゃけそこはある、ちょっと無視してやっとるんやけど、業務用のでっかいフードプロセッサーとかでもないし、フードプロセッサーにめちゃくちゃ負担がかかるけ、そこはこう自己責任っていう感じで、やってもらえると助かります。で、あとね、あんまりガーッとやって高温になると、逆にこう油が分離してくるよね、次は。この油の部分と、あれの部分がこう、なんか分離して油だけ浮いたりっていうことになっちゃうんで、僕は40度ぐらい、45度は超えないように、まあちょっと温度上がってきたなと思ったら、こっちの汁パッドの方に一回バーッと出して、ちょっと粗熱、熱が冷めるの待ってもう一回入れてとかっていう感じで、やってました。っていう、まあまあ家でねプラリネ作るやつなんてそうそうおらんやんそうそうおらんと思うけ、難しそうだなっていう人はごまペーストみたいな売ってあるんですよ、売ってあるんですよ大統領ね。いや、それを買ってください。なんか黒ごまペーストとか、まあ黒ごまペーストと白ごまペースト混ぜてとかでもいいし、黒ごまペーストだけでやってもいいし、ちょっとうまいこと手を抜いてやってください。次はガナッシュを作っていきます。今回ミルクチョコレートで作ります。ミルクチョコと、さっき作ったプラリネと生クリーム、トレモリン、まあ、このトレモリンっていうのは添加糖ってやつで、こういうガナッシュとかの乳化をこう助けてくれるみたいな役割があります。まあ、トレモリンはね、さすがに、なかなかね、ないと思うけど、水飴に変えたり、まあもう入れんでも別ガナッシュはできるけど、なんかまああれば入れてくださいっていう感じ。ちなみにミルクチョコレートは電子レンジである程度溶かしてます。手鍋に生クリームと、で、あとトレモリン。で、これで火にかけます。で、トレモリンは完全に沸騰させると効果がなくなるけん、まあ、周りが沸いてきたなーっていうぐらい。まあ温度で言うと80から90ぐらい。80度から90度ぐらいまで温まれば OK。こっちのチョコレートの方に、パッと。で、これをこう最初中心だけぐるぐるぐるってやって、真ん中だけ乳化させるっていう、まあ、いつものやつで乳化させていきます。で、泡立てる必要はないけん、こうガーって混ぜるんじゃなくて、先端はつけたまま、これでぐるぐるぐるって。最後にごまのプラリネも入れます。で、プラリネはちょっとこう油が上の方に浮いたりするんで、こう均一になるようにちょっと混ぜてから、これでごまのガナッシュ完成。うんうんうん、うまい。これはラップして室温に置いときます。
次はごまのソースを作っていきます。手鍋に水と黒糖で、あと蜂蜜、でこれ火にかけて、でこれで軽く煮詰めてこうとろっとした感じのソースにしていきます。沸騰して 3,4 分ぐらい、煮詰めて、まあそんな目に見えてとろとろにはなってこんのやけど、まあこんぐらいでいいかなっていう感じ。ちょっと緩かったりしたらね、なんか後から何かかんか足そうと思うんやけど、こっちのプラリネの方に少し入れて溶きます。はい、これでソースセザム、まあ、ごまのソース完成なんやけど、ちょっと緩い気がする。後から緩いようやったらもうちょっとプラリネ足してっていう感じでしようと思います。こういう配合のねソースをちょっと初めて作ったけ、かなり手探りなんやけど今俺も。これで冷蔵庫入れて緩さを見ようと思います。多分足すことにはなる、さすがに緩いけん。よいしょ。そしたら次はマカロンコックを作っていきます。ちょっとだけ説明長くなるけん、あれな人はスキップしてもらっていいんやけど、今回のメレンゲが、スイスメレンゲっていう、普通にただ卵白にグラニュー糖を入れていって混ぜるのがフレンチメレンゲで、グラニュー糖と水でシロップを作ってそれを注ぎながら泡立てるのが、イタリアンメレンゲで、もう一個、スイスメレンゲっていうのが卵白にグラニュー糖を入れて湯煎で温めて溶かしてハンドミキサーにかけるっていうやり方。まあ、多分ね動画でスイスメレンゲってやったことないけん紹介がてらみたいな感じなんやけど、じゃあ、どれがいいのかっていう、お前フレンチとか炒めれとか、じゃあ今回はスイスでやりますとか言うけど、お前どれがいいのかっていう話やん。もうそれはもういい質問、いい質問です。俺の心の中の池上彰もびっくりしとるんやけど、どれでもいい、マジでどれでもいい。正直もうめちゃくちゃこだわってる人やったらやっぱあるとは思うよ。いや、なんかこの僕の求めるマカロンはフレンチメレンゲじゃないとダメだとか、いやイタリアンメレンゲじゃないとダメだとかあると思うんやけど、基本的にはそんな変わらんと思って大丈夫。分量とかもそんな変えんで別どれでも正直できるんよ。ただ製法としてこういくつかあるよっていう話で、でまあどれがポピュラーかって言ったら、ぶっちゃけこのスイスメレンゲっていうのはあんまりやる機会はないと思う。そのお店とかね、ケーキ屋さんとかでスイスメレンゲでやってるっていうとこはあんまりないと思う。あとは効率だったりとかで、例えばイタリアンメレンゲってちょっとこう家でやるってなったらめんどくさそうや、めんどくさいし大変そうってなるかもしれんけど、あれお店でやるってなったらめちゃくちゃ簡単なんよね。言ったら卵白はもうミキサーボウルに入れて低速で回しとって、でシロップ火にかけて、でその間ってもう何でもできるわけよね。なんか卵白にグラニュー糖入れたりとかっていうのないわけよ。その間にいろんな準備ができて、そろそろシロップいいかなってなった時にちょっと見て、でも全部入れてガーって回してできるっていう、こうすごいこうなんていうオペレーションが簡単なんよね。ただそのやっぱね、温度測るとかなんか手鍋使うとかっていうのよりもフレンチでいいじゃんっていう人はフレンチでやってるっていう感じかな多分。まあ俺の感覚ベースやけん、知らんけど知らんけどね、マジで。で材料が卵白と、アーモンドプードル、粉糖、あとグラニュー糖と、でこれが食用色素、アイシングカラーを何色か混ぜて黒っぽいやつをちょっと作ってみたんやけど、でこれが金ごま、金入りごま、まあこれちょっとトッピングというかトッピングでかけようかなっていう感じで、でもう一個ちょっと紹介がてらに使うんやけど、ちょごめんね長くて、これがねアルブミナってやつ、まあ、乾燥卵白って言ったら聞き入りなじみがあるかもしれんねんけど、はい、こんなやつ、業界人御用達ソーサのアルブミナ 500g です。マジで使い切らん、マジで使い切らんから、ちょっと誰か 300g ぐらいちょっと買い取ってほしいんやけど、俺からパティシエの人ちょっとお待ちしとるんやけど、まあこれ何かって言ったら卵白を乾燥させたやつって思ったら大丈夫。まあ乾燥卵白、
そのままなんやけど、簡単に言うとメレンゲが強くなるっていう、思ってもらえたら大丈夫や。シフォンケーキとか、まあ、マカロンとか、そういう結構メレンゲの強さでこう状態が変わるもの、まあ、特にマカロンとかは結構お店のルセットとかでも、乾燥卵白かアルブミナが入ってるっていうのは結構あります。ちなみにこれは水で溶くと卵白に戻るっていう、あの優れもんない。でちなみにアルブミナっていうのはあくまで商品名であって、乾燥卵白の一種って感じなんよね。あの普通の乾燥卵白やと、分かりやすいところでいくと、あのキューピーさんとかが商品出しとるんやけど、なんかそれのもっと強い版アルブミナは、やけ他の乾燥卵白とそのまま置き換えたら性能が変わってくるけん、アルブミナの場合は、めちゃくちゃ少なくて大丈夫です。まずはアーモンドパウダーと、粉糖、これ合わせときます。でこれわーっと合わせて、でそしたらもうみんな大好き粗めのザルで振るいます。いやなんかね、コメントで粗めのザルについてだけめちゃくちゃ言及するんよね、みんな。粗めのザルを先読みできたみたいな。でなんか俺マカロンの解説動画かなんかで、なんか人それぞれあるけど、まあ、マカロン作るときはなんか一応2回振るっとこうねみたいな、お兄さんとの約束だよみたいな言った気がするんよ。ということで、まあ約束をちょっと破るわけにいかないんで、2回振るっときます。まあ振るわんでもいいけど、でこのグラニュー糖とアルブミナ、これもちょっと一緒に混ぜときます。ダマになるけんねこいつ。卵白にこのさっきのグラニュー糖とアルブミナ入れて、で湯煎にかけて50度ぐらいまで温めます。はい、48度ぐらい、まあ、ちょっとガラスのボウルやとね、この後余熱入るけん、このぐらいでいいでしょう。そしたらここからハンドミキサーでもうガーッと高速で泡立てていきます。である程度の段階でもう色素入れて、ちょっと色味を見ながら調節していこうと思います。ちょっと緑っぽいな。まあまあちょっと許してほしい、それは。どうしよう、許されんかったら困るな。あぶねあぶねあぶねはい、こんな感じでしっかり角が立つぐらいまで泡だったら OK。 でちょっと思ったより色薄くなったんやけど、まあちょっと薄いね。やっぱね、ココアとか竹炭使わんとちょっと結構黒は難かったわ。まあ別にいいやろっていうことで、粉類を入れます。大丈夫か、なんか今日グダッとなんか。はい、でこんな感じで粉気がなくなったら、こっからちょっとこうメレンゲを潰す感じでマカロナージュってやつをやっていきます。ちょっとね、マカロナージュに関しては詳しい解説動画を上げとるけん、そっちを見てほしい。もうちょっとふわっとした感じなんやけど、今こうふわっとしてるやん。これがね、どんどんドロッとしてくるけん、ちょっとまだ見とってほしい。そこでまあこのぐらいでいいかな。ダラダラダラっていうぐらい。はい、そしたらね、このお手製のマカロンガイドがあるけん、これで合わせて絞っていくと、
半分のこの蓋になる部分にはこの金ごまを振っときます。これで15分か20分ぐらい置いて表面がちょっと乾くのを待ちます。ちなみに今この部屋湿度が 40% ぐらいで、まあ、このぐらいやったらいいんやけど、やっぱ 50% とか 60% とかやん日本ってなるとね、めちゃくちゃ難しいけど、なんか除湿器を頑張ってみたり、なんか低温のオーブンでちょっと焼いて表面乾燥させるっていうなんかやり方もいろいろあったりするよね。やけちょっとね、初めてやるっていう人はこういろいろちょっとね見てみてから、あとはまあ僕のあの解説動画なんかを見ていただけると、まあこの乾燥についてとかいい感じになるかなと思います。この表面触ってもこう生地ついてこんなっていうぐらいまで乾いたら OK。 160度に予熱したオーブンで、10分焼いて、オーブンの扉10秒ぐらい開けて、こう温度と湿度みたいなやつを逃がして、130度に温度を落として10分で、焼けたかどうかの目安はこう生地ググってやってグニグニって動かんかったら OK っていうぐらいまで焼いてきます。ちょっとね、詳細分かりにくくて申し訳ないんやけど、そんな感じです。はい、こんな感じで焼けたら、ちょっと粗熱が取れるまでこのままこのケーキクーラーの上で冷まします。で、絞りの口金なんやけど、サルタンっていうなんかね、ロミアスクッキーとかで使うミーってやったらなんていう、こんな感じになるやつがあるの。サルタン口金とかっていう。で、これで絞っていきます。で、最後真ん中にソースを流すんやけど、このソースの濃度を調整するの、そういえば忘れとったね。緩いけん後で足すわ、みたいな言ったと思うんやけど、まあ冷蔵庫で冷やしてもやっぱ緩いけん、もう少しだけこのごまのプラリネを入れて、いい感じになるように。で、これ絞り袋に入れて、なんかハンバーグみたいな肉汁無理やり出すハンバーグみたいな。ということで、いただきます。この割れとるやつで申し訳ないんやけど、いただきます。すごいね、なんかもうごまごましいごまごましいっていう言葉があったら多分これにぴったりなごま。うまいわ。うまいこれ。まあマカロンは、まあマカロンやね。まあ、やっぱマカロンってね、俺すごいと思うよ。マカロンコックってそんななんかめちゃくちゃ特徴的なもんが入ってるわけじゃないや。砂糖とアーモンドプードルぐらい。でもやっぱマカロンの生地があるだけでもうマカロンになるよね。なんかわからん。マカロンってどれ食ってもマカロンね。ただマカロンの感じとめちゃくちゃ合っとるかって言ったら、まだかなり改良の余地はあるね。相変わらず食レポじゃなくて反省やね、これ。やけどこの中にソースを入れるっていうのあんまないけん。まあコンフィチュールとかやったらたまに入ったりしとるんやけど、
まあ、ソースを入れるっていうのは、まあ、販売ってなったらなかなかね、リスキーやったりもするけんあれやけど、やけどね、まあ、家で作る分にはこういうソース入れてみたりとかっていう、普段はそのお菓子に入っとらんものを入れてみたりっていう、なんかそういう面白さがあって、ちょっと楽しかったです。まあ、あとはマカロンコックはちゃんと竹炭パウダーとか入れて、まあ、真っ黒にしても面白かったかなっていう感じはあるね。ってな感じで、なんか、いつもマジで反省会みたいになりよるんやけど、美味しかったです。ちょ、久しぶりにマカロン焼いたけんね、しかもスイスメレンゲやったし、ちょっと不安やったんやけど、上手にできました。ということで、チャンネル登録と、あと Twitter とインスタと、サブチャンネルとかもあるので、そっちの方もよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバーイ。セザン。